皆さんこんにちは。ミャオフォー散歩でございます。今回はですね、大須商店街に来ております。ご当地チェーン店のご紹介シリーズですね。ハラルって書いてありますが、こちら要するにイスラム教徒でも安心して食べられますよってことでしょうね。メガケバブ。このお店はですね、名古屋にはね、何店舗もあるチェーン店なんですよ。ちょっと珍しくないですか？ちなみにね、2階がハロプロになってますけど、今回の話とは関係ないんですけど、大須ってね、まあオタクの街でもあるんですね。アイドル関係のショップとかね、そういうのも結構あります。ですけどね、今回はそれとは全く話が違ってて、食レポですよ、食レポ。はい、こういうふうにね、ちょっとね、見慣れないメニューが並んでいるということなんでね、ご紹介したいと思います。店の中に入っていくとこんな感じでね、この時間ね、人があんまりない。実はね、別のところをですね、撮影に行った帰りに寄ったんですよ。もう結構遅い時間ですね。店の中はこんな感じ。もうね、これね、7時過ぎてて、しかもね、平日だったんでこんな感じですけど、土日はすごい混みますね。まあ、大須っていう街全体がそんな感じです。休みの日はすごいたくさん人がいる。注文しますとね、こういうのを渡されるんですね。これは何かというと、出来上がるとですね、これが呼んでくれるというような、そういうシステムになってますね。なかなか便利なんですよ。なりますよ。こういう感じで取りに行きます。何を注文したかって言いますとね、こちら。ロールケバブセットでございます。こういう感じ。これがね、ロールケバブで、チキンとビーフから選ぶことができるんですね。こんな感じですね。見た目はこんな感じなんですけど、サラダのドレッシングみたいなのと、肉と野菜が見えますね。そしてこのフライドポテト。これはまあよく見かけるスタイル。塩分とカロリーの塊ですね。まあこの日は結構歩いたからね、いいかなと。中身をね、もうちょっとね、詳しくご覧に入れましょう。こんな感じですね。一部剥がしました。はい。この細切れになってる肉はね、ビーフなんですよ。そしてレタス、ドレッシングっぽいもの。そしてね、ちょっとだけ見えてる赤いのが別のソースですね。これがね、多分肉用のソースなんだと思います。赤いからね、すごい辛いかなと思うかもしれませんけど、そうでもないですね。ちなみにね、ビーフはね、結構硬いです。中まですごく火が通ってます。よく言えば噛み応えがあるっていう感じですけれども、ビーフの味がすごくするっていう感じでもないですね。歯触りを楽しむというかね、牛肉を食べるっていうのからイメージするのとちょっと違うんですよね。もしかするとですね、旨味を感じるまでね、噛み続ける方がいいのかもしれないけど、何しろね、これファストフード店じゃないですか。どんどん食べちゃうんで、肉の味わいとかはあんまり関係ないですね。ただしその分ね、ソースの味が工夫されてるんで、美味しいは美味しいです。ね、赤いソース見えますよね。多分トマトソースだと思いますけどね。これ、ポテトもあるし、ドリンクがまた、コーラとかね、そういう清涼飲料みたいなものなので、セットで食べると、かなりお腹いっぱいになります。しかしね、皆さん、神道を滅却すれば火もまた涼しいって言葉ありますよね。それと同じで、精神を丹田に集中することによってカロリーをゼロにすることができるのである。ちょっと何言ってか分かりません。あ、そうそう、ちなみにこのお店は分類としてはトルコ料理のお店ってことになるみたいですね。ということで今回の散歩はここまででございます。また次回お会いしましょう。ジャパンイズソークール。